ども皆さん、こんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。本日はこのウクレレを使いまして、リズムのお勉強をしたいと思います。2020年改訂版16ビート弾き方完全ガイド。行ってみようと思います。はい。16ビートって一体何？私、全然わかんないんだけど、そういう方、初心者の方が、もう全く触ったことない初心者の方が、どんどんこうレベルアップできるというプログラムになってる、はい、ページがここにありますので、ここから、ずーっと見てもらって、ここにまた戻ってきてください。はい。そこでは4つ弾きから始まって、8ビートのちゃんと感じでリズムもどんどん上がってきて、で、とうとうここの16ビートというところになるわけでございます。16ビートっていうのはどういうリズムか、ちょっとやってみましょう。これが16ビートでございます。はい。で、16ビートなんですけど、2つに一応またえごうと思ってます。今回の動画は、超基本の16ビートのリズムを、マスターして、次回の動画はですね、チャが入ります。チャ、はい。この2部構成でいこうと思います。今回は前編でございまして、まず16ビートの基本中の基本からやってみようと思います。はい、それではですね、まず皆さん確認ですけど、8ビートと8ビートのチャができるようになって、いるという前提で話をさせていただきたいと思いますので、まだちょっと8ビートとか8ビートのチャって何のことって方は、さっきのリンクのとこからちょっと見直してきてくださいね。はい。手首を柔らかく使って、こう、パッてこう、線香花火のようにこう、指動かす。柔らかく、ほうきのようにこう、吐くように指を使う。はい。肘は使わずに手首を柔らかく、指も柔らかく。ここまでは共通認識としてもう持っといてください。という今日はね、16ビートいきなりそんな入っていくんですけど、ちょっと一応ね、質問が多いんで、ちょっとね、皆さん確認しとく。最初4つ弾きじゃないですか。4つ弾きってどういうことかってちょっと説明させてください。ワンブロックあるよね、これよく。こうやってテロップに出てるところのワンブロックね。はい、これ C だとすると、あ、これ隠しだった。はい。これがね、リズムなんですけど、これ4つ弾きはね、このワンブロックの間に、じゃん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 と弾くってことなんですよ。じゃあ8ビートはどういうリズムかというと、8ビートはね、はい、見てください。ちょっと増えた。倍になりましたね。1,2,3,4,5,6,7、8個。ここの8個の玉の中でこのワンブロックに8個、こう、入るというね、このボールが。そうすると、じゃんじゃじゃんじゃじゃん。結局これ、8個、音の要素があるんですよ。だから8ビートなんですよね。で、今日やる16ビートっていうのは、見て、急にほら、16個になるわけ。これ、バイバーゲームです。4が8になって、8が16になるということで、ここは、ここは、ダダダダ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 っていう弾が出てくるってこと。最初の4つ弾きは、ダン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 だったでしょ。その次、ダン、ダダ、これは、ダダ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 なんですよね。ダン、ダダン、ダダン。弾くとこと弾かないところが出てくるんだけど。で、これ16ビートは、ダカダカ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 。これ同じ、この4つの中にこんだけ玉の数が違うってことで、4つ弾きと8ビートと16ビート。こういう風にリズムが分かれてるということでございます。で、8ビートはさっきも言ったんだけど、この8個の中で弾くところと弾かないところがあって、じゃん、じゃじゃん、じゃじゃんってなるわけ。で、16ビートも同じように、この16個の玉の中で、じゃんじゃんじゃんじゃじゃんじゃじゃんじゃんって弾くところと弾かないところが出るということで、これが、この3つの基本のリズムの、これ解説です。とにかくこのワンブロックの中にいくつこの音の要素があるかってこと。4つと8と16だから、4ビート、8ビート、16ビート。ということになります。ここね、基本、超基本情報として押さえておいてください。じゃあ、どんどん入っていきましょう。はい、これが16ビートの基本です。はい。黒は弾きます。白は空振り。一応空振りということにしておいてください。このピンクは、ほら、8ビートでもやった膝が入りますよ、ここもね。はい。で、口で言うとこんな感じ。この矢印は手の、指のこの手の動きですよ。はい。いきますよ。じゃん、じゃん、じゃん、じゃ、じゃ、ん、じゃ、じゃ、ん、じゃ、ん、じゃ、ん。はい。もう一回。じゃ、ん。空振りはね、じゃは弾いて、んは空振りですよ。じゃ、ん、じゃ、ん、じゃ、ん。じゃあじゃあ膝じゃあじゃあんじゃあんじゃあんはい。でこの上に矢印数字書いてあるでしょ。1,2,3,4,5,6,7はい。ちなみに皆さん最初はこれね16ビートの基本なんですけど、考え方をちょっと緩めてもらって、ここに例えばこれ C っていう風に8ビートで捉えて最初考えてください。そうするとこのカウントの仕方になるんですよ。1,2,3,4,5,6,7,8じゃん、じゃん、じゃん、じゃじゃん、じゃじゃん、じゃん、じゃん。8ビートで最初考えると、結構できると思います。これ、ちょっと見といてください。はい。テロップにも書いておきます。じゃあ、これをちょっとやってみると、こんなになります。1、2、3、
C C でね、ジャンジャジャパッジャジャン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 ジャジャパッジャジャンジャン、一二三四五六七八、一二三四五六七八です。はい、今のこれね、8ビートで考えたら、これ皆さん、これできるはずなんです。今の感覚でいくと、今これ8ビートの延長線上です。1、2、3、4、5、6、7、8、ね、8個叩いてるっていうような感じなんですけどね。はい。そしてですね、ここよく見ると面白いのが、この黒いところ弾いてるわけじゃないです。この黒いところ。よく見ると、アップのところってこの2個だけなんですよ。それを考えてみるとね、この2個こう隠すでしょ？そしたら見て。ダン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 、ただこうやって交互にダウンで弾いてアップは空振りってやってるだけなんだけど、ここで一回引っ掛けてるだけなんですよね。要は意味わかります？ここから白黒白黒でずっとこれを隠したら白の黒じゃないですか。たったこの3つのここの引っ掛かりだけなんですよね、この表現は。はいはい、これが面白いとこ。ただここがキーポイントになるところだなと覚えておくと言ってます。でこの膝ね、ここは今の叩き、リズムの取り方ってここ5って書いてあるからね、ちょっともう一回ゆっくり長めでやってみましょう。ゆっくりいきますよ。まあ、手首柔らかくね、こういうのを使って、ワン、ツー、スリー、フォー、フォー、六、七、八、一、二、三、四、五、六、七、八、一、二、三、四、五、六、七、八、一、二、三、四、五、F を押さえてみましょう。1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、7、 C に戻ります。1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、7、8。どうでしょうか。これは多分ですけど、8ビートとができる方はこれ弾けると思われます。思われますというか、弾いてください。8ビートなんですよ、これ。今のリズムの取り方だと。じゃあ、こっから全く同じフレーズを使うんですけど、いきなり16ビートになる。どういう風にやるか。ちょっとじゃあ、途中で変化させますんで、ちょっと聞いててください。いきますよ、せーの。こっから16ビートにします。1、2、3、4、はい、1、2、3、4、わかりました。あのリズムを取るカウントが変わった。さっきは1、2、3、4って数えてたの、今度は1、2、大きくカウントする。これをやるだけでさっきの8ビートから16ビートに変わっちゃったわけです。はい、ちょっと解説しましょう。ね、今の、さっきは上の段でしょ ?1、2、3、4。今やったのはここですね。1、2、2、2。今度この膝叩くとこが3拍目になりました。ここでやっと8ビートの時と同じ3拍目に戻ってきたでしょ。はい。これなんですよ。これはね、さっきの表に戻ると、最初のやつは、じゃんじゃんじゃんじゃじゃんじゃじゃんじゃん。要はこれが2つあったって考えるわけでね。で、今2つ分で弾いてたカウントをガッと1個に持ってきたら、これ、こっちに変わったから、1、2、3、4という風に倍になりました。これが16ビートの、まあ、すべてなんですよ。だからフレーズは変わらないんだけど、リズムの捉え方で、ちょっとこう倍にするというイメージですね。これやってみたらわかるけど、じゃん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 と弾けるけど、じゃん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 と大きくなったら、結構弾けないですよ、これ皆さん。ちょっともう一回やってみましょうか。大きく取る練習。ワン、ツー、スリー、フォー、1、2、3、手首柔らかくね。1、体をこのぐらいで揺らすのがいいです。体を思いっきり揺らしてください。1、2、3、4。体を揺らすのがめちゃくちゃ大事。2、3、4。1、2、3、4。1、2、3、4。1、2、3、4。1、2、3、4。
3、4、1、2、3、4ということでございます。はい、どうですか、今の動画にちょっと合わせてやってみてほしいんですけど、これね、今のうちに言います。ここが疲れると筋肉痛になるっていうか、なんかそうガチャガチャこうアップの時に引っかかるという人、手首とか、使えてないですよ。ここでやってると、肘で動いてると、ここが疲れるんですよ、ここが。ここが疲れるという人は肘で動かしてる証拠ですからね。こういう感じです。イメージはこう、こう回転させて、しかもこの指の、これをこう、ふにゃふにゃ、こういうふうに、ほうきみたいに使うんですからね。ほら、パッ、パッってこう、指を開くような。はい。はい。で、今の取り方で、ちょっと普通に早めにやるとこうなります。ワン、ツー、スリー、フォー。一、二、三、3、4、1、2、3、4、はい、こんな感じでしょ。これが16ビートなんですよね。だからゆっくりやるとかえって難しいかもしれないんですけど、やっぱ早くなると手首が使えてないとここ疲れるからね。だからそれが結構で、ちなみに肘でやるあの見本を見せると、こういう雑い音になるんですよ。なんかこう指もこうなんかアップの時にガチって引っかかるようなね、ほうきで撫でるような感じのイメージがいいと思いますからね。はい、ワン、あ、でこれさ、あのね、最近私自分の演奏を見てて気づいたんですけど、例えばこっちで弾いてみると、これでもね、要は、ここの、こういうイメージで叩いてるようなイメージ、早く弾くときってそういうイメージなのかなと思った。この、ここら辺をこういうふうに、結局、こういうイメージでこう、指板の上をこう、撫でてるようにね、こうやって練習するのもいいかもしれない。このリズムだけでね、はい、こういうのも練習もいいかもしれない。ちょっともうちょっとゆっくり、今日はねこれ基調基本になりますんで、ゆっくりめで長めでやってみましょう。ワン、ツー、スリー、フォー、二、三、3、4、もっとゆっくり、1、2、3、4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 、1、2、3、3、4、1、2、体揺らしてください。4、1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4、ということでございます。はい、これね16ビートこの大きいノリでやるんです。これイメージね、いつも言うんですけど、飛行船がバーッとこうゆったりあの浮かんでる後ろでプロペラがピルピルピルって回ってるようなイメージがいいです。湖の上は白鳥がスーッと動いてるようでいて、足はパタパタパタ、そういうイメージがねこれいいと思います。だからガチャガチャしたイメージを持たない方がいいです。16ビートは結構ゆったりしてる、飛行船とか白鳥みたいなそんなイメージを持つのがいいと思うんですね。あの人によってはものすごくガチャ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 したイメージ持ってると演奏も間違いなくガチャガチャになっちゃうんで、大きいこうふんわりしたイメージで、ふんわりして、はい、こういうのがいいと思います。あとこれちなみに言っときますね、バラードでやったりなんかする16ビートもこれかっこいいですよね。泣かしたこともある、冷たくしてもらう、寄り添う気持ちがあれば、これも16ビートなんですよ。なんかこうファンキーでなんかねこう活気があるっていうイメージよりもバラードとかの方がかえってこうグッとくるというスケール感が出せるということで、16ビートこれはですねもうぜひマスターしてください。いつものことなんですけど、踊るポンポコリンでちょっと前半だけですけど、16ビートバージョンでやってみようかな。これ一緒に歌えなきゃ、やっぱりねこれガズレレいつも言ってるけど歌中心ですからね、やっぱ歌の中でこの16ビートをやっていく、いつも言ってることですけど、大きい声で歌わないとリズムのこっちの方に脳みそ持っていかれると、同じバランスでやっぱり歌とねこういうビートがガチッとこう組み合わさるのが大事ですから、まず簡単な曲でこの16ビートやってみるのがいいと思います。踊るポンポコリンゆっくりやってみましょう。ワン、ツー、スリー、フォー。
んでもかんでもみんな踊りを踊っているよ。体揺らして。お鍋の中からとわっとバツタタン。いろんな曲16ビートで今まで覚えた曲ちょっとやってみる、アレンジしてやってみる、これがビーキーポイントになると思います。そしてね、ワンブロックにこんな感じで2つに入ってる、コードの時はじゃあどうするかって話も、次回の16ビートの後半の、解説動画で、チャと一緒に、皆さんにレクチャーしようと思います。でいつもガズレレ YouTube のこのリズム練習の時には言ってるんですけど、まずね口で言ってみるのに、じゃんじゃんじゃんじゃじゃパチャじゃんじゃんじゃパっていうのは膝ですよ。手を動かしながら言ってみましょう。言えることはいずれできるようになるんですよ、自分の体で。せーの、じゃんじゃんじゃんじゃじゃんちゃちゃんちゃんちゃんじ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 ゃじゃんちゃちゃんちゃんちゃじゃんじゃんじゃんちゃちゃんちゃちゃんちゃんちゃじゃんじゃんじゃんちゃちゃんちゃちゃんちゃんちゃじゃんじゃんじゃんちゃちゃんちゃちゃんちゃん、カウントね。じゃんじゃんじゃんちゃちゃんちゃちゃんちゃんちゃ、こういうねリズム、こう体にこうなんていうか、こう染み込ませていくっていうか、最初はね難しいと思うんですよ。だけど一番最初に戻ったように8ビートの延長線でフレーズを覚えちゃってください。じゃんじゃんじゃんちゃちゃんちゃちゃんちゃんちゃ、これだったらきっとすぐできる。ただそれがじゃんちゃんちゃんちゃちゃんちゃちゃんちゃんちゃと大きく取らなきゃいけないときに、そこにものすごくこう壁があるわけでございます。その壁をねうまいこと乗り越えるためには、やっぱりこうのノリノリで、ノリノリで、あと歌う歌うときもやっぱ大きい声でやるのがいいと思いますね、これは。はい。16ビートはですね、まあ例えば J-POP だとか、まあ洋楽もそうなんですけど、もうほぼ16ビートですね、やっぱり。16ビートの曲もガズレレ YouTube 見てる皆さんご存知だと思うんですけど、もう16ビートばっかりですよ。だからこれはですね、やっぱもう長い時間かけてじっくり体に落としていって、で、手もね、もう これも8ビートの時も言ったけれども、こういう風に考えたらわかるけど、これ時計の振り子ですから、なんか変な風に、こういう風に止まんないでくださいよ。全部この中で、じゃじゃんじゃんじゃん、全部上下のこの振り子の中でやってるから、このグルーブっていうかノリが出るわけですから。はい。そこのところを注意しながら、ちょっと動画何回も巻き戻して、じゃんじゃん。大きいノリでね、じゃんじゃん、分かんなくなっちゃったら小さく、じゃん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 、これだったらきっとできる。はい、そんな感じでこう試行錯誤試行錯誤ですか。はい、体にどんどん落とし込んでいきましょう。16ビートの解説、超基本版の前編でございました。これから続きの後半ではですね、16ビートのチャとワンブロックにコードが2個入ってきた時のことを解説しようと思います。はい、ガズレレ .com、いろんなこと、このホームページ見てください。よろしくお願いします。イベントとか、このウクレレの販売情報とか、このキャップも売ってます。いろんなグッズもあります。ホームページ見たらもう全部載ってますから、アプリもやってますからね。はい、リンクここに貼っておきます。よろしくお願いします。はい、皆さん。楽しく音楽やっていこう。リズムがまたね、テンション上げてくれますから。それでは皆さんごきげんよう。さよなら。